あとはですね、まあそれはちょっと個人的な欲求というか欲望というかなんですけど、やっぱりね、私も子供ができて、今私こういう考えを自然にできるようにはなりましたけど、まあ自分でいろいろ本読んだり、まあいろんな葛藤あったりして、ここのまで、まあ、自分を、持ってきてるんですけど、でもやっぱりね、教育としてね、自分のやりたいことをもうやれるんだというかね、自分のやりたいことをもうやってみようという、そういう自然なね、発想につながるような教育をね、若い子たち、もう子供たちにしていきたいんですよね。それはうちの娘、もちろん3人いるうちの娘に対してはそうなんですけど、それ以外もですね、若い子にはね、絶対もったいないですね。人生が、人生ってほんと楽しいのにね、ほんと楽しくて可能性あふれてるのに、それをね、もったいないですよね。まあ、ここに生まれてきたことすら奇跡なんですけどね。で、まあこれまた生まれ変われるかなんてもう分かんないわけですし、せっかく生まれてきたんだったらね、自分がやりたいことをやるべきですよね。しかも自分がやりたいことを、自分の心に聞ける、そういう技術がね、自分のやりたいことが分かんないって方がやっぱ多いですね。私も昔そうでしたけど、やっぱそれっていうのはやっぱいろいろ行動して、まあこれが好きだなとかこれが好きじゃないなとかやってみないと分かんないですよね。だからまあ何が一番大切かっていうと、やってみる。もうなんでそんなことやんのって周りからバカにされようが、もうやってみるっていう姿勢をね、もう若い子には心の底から、体の芯から覚えてもらえるような、そんなね、教育機関というか、それを本当作りたいですね。まあ少なくともうちの娘たちにはそうなってほしい。もう勉強とかね、学歴とか全く関係ないですよ。どうなってほしいかというと、本当自分の人生をその子たちが、まあうちの娘たちだとしたら、娘たちが振り返って、まあ私も最高だと、まあ私から見たら、なんでそんな生活してるんだとかね、なんでそんなひもじい生活してるんだと思ったとしても、娘たちが好きでやってて、まあそれが心地いいと思うのであれば、もう自ら選択してくれるような、そんなね、芯の強い子に育ってほしいですよ。まあこれね、独り言です。独り言なんですけど、3年間こう思いついたらずっと言い続けます。誰に語ってるわけでもないんですけど、どっちかというと自分自身への確認ですね。あとどっちかというと届けたいのは、うちの娘とか、まずはうちの奥さんですね。まあ届かなくても、まあ届いた方がいいですけど、届かなくても今は別に気にしないですね。でもこれを、世の中の人に届けられるような、男にはなっていきたいと思ってますし、そういった何か機関を作りたいとは思ってます。本当に、いや本当でもね、人生って素晴らしいんですね。私高校とか学生時代ね、人生素晴らしいと思ってなかったですからね。いや素晴らしいものなんだろうなと思いつつ、自分のことも嫌いでしたからね。いやでもね、やっぱり心一つの置き所ですから、本当にもったいないです、人生。もしそう思えてない方がまだいるのであれば、それを伝えていきたいですね。